中部国際空港セントレアへやってまいりました。名古屋の落語会は金曜日の夜でございます。今は水曜日の夜、早いな、来るの早いなとお嘆きの聞け、私はこれから時間をかけてウォーミングアップをするのでございます。では名古屋市内へ。Can't take that help. Gotta do this my way, my way, my way. To be a better man. All I need is to clean the slate again. But I know the change. Come and don't come easy. で栄かな、伏見かな、どっちかな、そんなところだよね。暑いな。いやもういい時間なんだけどね、結構ムシムシする。おはようございます。珍しく早起きでございますね。今何時だろう。9時前だ。珍しい。私がこれだけ早起きするのには理由がございます。これから東山動物園、名古屋に来たら東山動物園に参ります。行きましょう。はい、着きました。ここは東山動物公園、ちょっと逆光になりますね。私ね、ここの年間パスポート持ってますんで、もう目的はただ一つでございます。ここからは趣味の時間なんでね、ほっといてください。
さあ3時間ぐらいいましたかね、この動物園マヌルネコの檻の前に3時間でございます。他の動物は一切見ていないというね、でも相手が動物ですからね、このカメラで、160GB の、メモリーほぼ全部取り尽くしておりますけれども、どのぐらい撮れ高があるかな、1分ぐらいですかね。でもね、こちらのありがたいのはね、あのマヌルネコの檻の前はあのベンチもありますし、木陰がちょうどいいんですよね。ここは今もう直射日光が当たってえらい暑いんですけれども、マヌルに籠城するには最適の動物園でございます。まあ、とにかく早起きしたしね、暑いんで、まあ、バテてきましたからホテルに帰って昼寝でもしましょうかね。はい、夜はマー様と合流でございます。どうもこんばんは、ご無沙汰しております。いや、大阪からわざわざ来てくれたと思ったら東京からなんですってね。ありがとうございます。ゆっくりやりましょう。ということで早速来たのは、私が大好きななめろうなんですけど、なんだこれ、なんかあれですってね、八丁味噌使ったなめろうだ。イワシのちょっと変わってるんで思わず頼んでしまいました。あなた様専用とりわけ橋だ。あなた様間違えないようにしなきゃね。これで食べちゃいけない。そう、これで食べちゃいけないんだよ、めんどくせえな。あ、いいね、あ、いい。でっかい、でっかいよ。うん、これ藁の香りするね。俺も飲むとさ忘れちゃうんだよこういうの。ダメだよね。はいはい、これ明太子の天ぷら。すごいね、この明太子の天ぷら。うん、いい。なんだっけ、おでんで作ったポテトサラダ。おでんなんだ。うん、美味しい、美味しい、ね、おでんの味するね。する、うん、うん、これいい味だね。これいいかも。今日エリちょっと色が、色が黄色っぽいついてる、これすごい色が黄色ね。もうもはやさ、ピントが合ってるかどうかわかんないんだよね。さあ出ましたよ、お店1軒目終了。なんかいっぱい無料券もらっちゃったよ。どうするこれ、明日も来る。だって10月末までだよこれ、すぐ使わないと。4杯分ありますか、ね。